皆さんこんにちは、田中ひなです。今日は新別の先取り初夏コーデをご紹介していこうかなと思います。よかったら最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。一つ目は彼氏とのデートコーデを組んでみました。デートということなので、やっぱり白のワンピースとかを着て女の子らしさを存分に出したらいいのかなと思って、こういったコーディネートにしてみました。続いて2つ目が仕事先でのオフィスカジュアルコーデをイメージして考えてみました。初夏っていうことなので、こういったパステルグリーンのパンツに白シャツを組んで、色合いも明るくしてみました。そして最後が友達と遊ぶ時のカジュアルなコーディネートです。友達っていうことなので、やっぱりトレンド感っていうのは出していきたいなと思ったので、ワンショルのトップスを着てみたりだったりとか、こういったちょっと派手なんですけども、スカートとかを合わせたりしておしゃれを存分に楽しむ感じのコーディネートです。はい、こんな感じでコーディネートを3パターンご紹介してみました。今回ですね、コーディネートに使用した私も普段から愛用しているこちらの時計バングル、そして、この新作のリングなんですけども、私はもともとこちらのタイプのものを持っていたので、今回はですね、このシルバーの 28mm タイプを選びました。見ての通りね、すごい華奢で可愛くって、もうご紹介した通り本当にどんなコーディネートにも合わせやすいものになっています。このね、新作のリングなんですけども、5月15日に新登場するクラシックリングになっていて、私はこのシンプルな、ここにねダニエル・ウェリントンってロゴが入っているやつと、こっちはゴールドなんですけどもね、こう縁に白の線がこうやってデザインされているようなタイプのものを選びました。このリングはですね、男性にも女性にもおすすめのユニセックスのタイプのリングになっています。いや、私はもう時計もバングルも、そしてリングも必ずつけて、しかも愛用しているっていうことでね、すごく可愛いですよね。リングとかこの細いタイプもあれば、こうやってちょっと太めのやつとかもあったりとかして、なんか彼氏とかとお揃いにしたりしてもすごくいいなっていう風に思いました。で、今回のダニエル・ウェリントンにそのテーマがありまして、テーマがモーメントです。私にとって最も大切な瞬間っていうのが、やっぱり大好きなお洋服を決めている瞬間っていうのが、私にとってすごく大事な瞬間なのかなっていうふうには思います。どこかに出かける時とかに、今日は何着ようかなって決めてる時間はすごく楽しいし、この服にこのアクセサリーを合わせようかなとか、毎回考えた服を着て、その時その瞬間誰かと会ったり何かをやるのはすごく楽しいし、おしゃれして出かけるといろんな
自分になれたような気がして、すごくワクワクするんですよね。やっぱり女の子ってすごく楽しいなっていうふうに思います。もうアクセサリーをね、さっきも言ったんですけど本当に大好きで、もうリング、バングル、時計とセットでね使えるので、こうやって全部揃えて出かけたりするのもすごいテンションが上がります。カジュアルだったりフォーマルだったりフェミニンな格好だったりとか、本当にどんなコーデにも合わせやすいので本当におすすめのアクセサリーです。で、今回私が着用したこちらのアクセサリーですね、こちらのアイテムの詳しい詳細は概要欄に記載しておきます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。皆さんにとっての最も大切な瞬間、ぜひ教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much.